ピーです。オカリナです。ご飯の友にいかがでしょうか。おかずクラブチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、本当に今日は素敵なご報告を皆さんにできると思います。確かに。なんと、ゆいぴーの家の鳩問題解決しましたー。よかった。嬉しいよ。本当に、ね、この1ヶ月くらい悩まされてたからさ、うん、確かに、まあ、本当に、まあたまあ、簡単に言っちゃうと、うん、オーナーさんと、管理会社さんから OK が出て、うん、私の家にのベランダにネットを張る許可が下りて、うん、しかも全額向こう持ちで、うん、すごいね、ありがたいことにしっかりしてるところですわ。本当助かりました。いいことだ。しかも管理会社の人がすっごい頑張ってくれて、うん、もうとにかくオーナーさんとのこの連絡と私の連絡をこまめに取ってくれて、うん、今ここまで進んでます、ちょっとお待ちくださいみたいなのが逐一報告までしてくれて、すごいいい方だったのよ。本当に良かったなって。でしかも管理会社の人がもうすぐ呼んでくれ、あの、言ってくれて、うん、でもあの鳩の業者の人が家に来て、うん、ネット張ってくれた。結構早い段階でも本当にすごい綺麗になったんでしょう。そうで、なんか言ってたのが、うん、もう管理あのその配送の会社の人が言ってたのは、うん、もう木と葉っぱを運び込んでたって、うん、そうだからもうそうそう巣作りが始まってる段階だったの。でしかも鳩のそのネットの業者の人がさ、うん、来た時に私ベランダ見に行ったの、うん、まさかいないよなと思って、うん、音もしなかったから、うん、普通にやっぱ上に止まってた、静かに、でもすぐバーンってその、うん、で飛んでってシューッつって窓叩いて、で今もいましたってすぐ言いつけて、でそれでも貼ってもらって、もう来ないです、大丈夫です。あ、よかったね。でも本当にもう巣作りの段階入ったから、もうちょっと遅かったら危なかったです。鳩的にはマイホームやっとここに決まった方がいいと思ってたのに。そう、多分何件も内乱っていうか、内乱して、うん、ここがいいなって。そうで、しかもあのうちのとこさ、つがい2つやってたじゃん、多分争奪戦だったと思うの、うん、でもやっと自分たちだって決めた矢先にネット張られたからさ、ね、もう邪魔見ろって本当に心から思った。この人間は全然綺麗にしてないから全然いけると思ってた。突然綺麗にしたからびっくりしたんじゃない。綺麗にして、まあね、糞をそのままにしてたからね、うん、もう素人が片付けるの危ないですから、うん、いやだからめちゃくちゃ嬉しい、ね、本当に今快適。まああの声に悩まされることもないし、うん、いるんじゃないか恐る恐るってカーテン開けるあの恐怖心っていうのはやっぱ、うん、みんな批判には分からないかもしれないし、もうこんな気持ち分からないかもしれないけど、うん、本当やっぱ怖いし、ご飯食べてるとこの窓だったから、うん、すごい嫌だった。食べてる時もハトのこと思ったし、いや嬉しい、本当に皆様のおかげで、はい、助かりました。うちの妹もさ、一瞬だけさ、これ見て連絡くれたんだけど、ハト、うん、にお世話、ハトに迷惑かけられてた時期があったんだって。え、妹さんも？妹も。で妹はなんか視線感じると思ってパッて見たらハトだったりとかして、気持ち悪い。弟とかも嫌だと思ったんだけど、調べたらなんか強力な磁石を貼るとハトって来なくなるらしくて、その100均で買ってきて貼ったらもう来なくなったって言った。100均で言ってんだ、うん、ハトって。私みそっか、ハトってあんまり賢くないらしくて、その磁力でどっか行っちゃうんだって言ってた。私みたいに管理会社の人が6万円くらいかけてね、ネット貼ってくれるってことができない方たちはぜひその強力な磁石、100均で売ってるんだから、100均に売ってるやつを貼ったらいなくなったって言ってた。いい情報ですよ、うん、本当。他にもね、いろいろグッズがあるんで、うん、よかったら本当に調べてみてください。本当に私、うん、それからもうあの鳩の一件からね、うん、街で餌やんないでくださいっていう看板の横でさ、公園とかで鳩、うん、に餌やってる人とかをやっぱちょっと睨みつけるようになっちゃった。いやでも確かにこの間本当に許せない。この間ロケ中はさ、別にさ、あげてて特に何にも言われてないのに、ゆうぴだけ怒ってたよね。うわ、あげてる、何であげてんの。あげんなって書いてある看板の横であげてたのも腹立ったし、その何が腹立つって、うん、その人たちってその時は気持ちがいいだけじゃん、うんうん、自分がご飯あげれて、その時はさ、鳥とか動物にチヤホヤされてさ、うん、それをなんかかわいそうだとでも思ってるのがね、うん、でもさ、結局迷惑がかかるのはその近隣の人で、うん、そこでここで餌もらえるんだっつってさ、うん、それでまたここに来たらいいんだ、じゃあここで待ってよ、あれうんこしたくなっちゃった、プーってさ、ふざけんじゃねえよ、おめえじゃそんな餌やった後糞の始末して片付けろよ、清掃しろって思います。いや、こんなに怒ってるけど、別に禁止されてる場所であげてたわけじゃないんですよ。え、あれ、いや、基本ハトに餌やるのは禁止だよ。あ、そうなの。どこもかしこも、いや、わかんない、適当に言った、ハトに厳しい適当に言った、うん、今の憎しみで。ハトとか、いや、基本ハトに餌やらないでくださいってどこもかしこも書いてるっていうのは理由があるってこと。私もこのハトの一件があるまではそこまで深く考えてなかった、うんうん、でしょ、うん、だって一人だけ熱量違ってハトに対して文句言ってたからね。そう言ってた。解決したにもかかわらずそのんですよ、ね、許せなかったね、本当に、うん、あげていい場所が確認してください。そんな場所あるのかしらね
ということでね、ハトへの憎しみは変わりません、増すばかりですが、皆さんもハトのことでお困りでしたら、ぜひね、あの業者さんに相談するとか、ネットでね、いろんな方法があるので試してみるとか、うん、頑張ってみてください。でも早めに対策することをお勧めするね。本当に大丈夫。だってユイピーの速さでも、もう巣作り始まったじゃん。巣作り始まったから、うん、そう、身に覚えのないものがベランダに運ばれてきてたら怪しいと思ってください、うん、それがハトのやり口です。やり方ですということで、今日はこの辺です。バイバーイ。イエーイ。